ザホン屋さんチャンネル、ザホン屋さんの高橋です。今回は教育をテーマに紹介していこうと思いますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。またこの動画は本のプロがおすすめする動画です。本に関する質問などがありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。皆さん、箱根駅では見ましたか？マジで感動しました。まずは青山学院大学優勝おめでとうございます。はい、今回紹介する本はですね、こちらですね。普通の会社員だった僕が青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉、アスコムから2015年に発売された本で、原監督が初めて書いた本となります。この本、一言で言うと、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた原晋監督の考えを47項目にまとめた本となります。青山学院大学が強い理由、もちろん生徒たちの頑張りもあります。ただ駅伝は選手を導く監督の考えも多く左右されます。例えば誰をこうレギュラーにするとか、いろんな要素が含まれています。また監督の考えがしっかり伝わらないと選手もどうしていいか分かりません。これはどのスポーツも一緒です。会社でいうと社長みたいなもので、社長が何を考えているかしっかり伝えないとみんなはどう動いていいか分からない。また社長がもうダメだと思ったら、その時点でみんなに伝わってしまう、そういうようなことをですね、この本を通じていろんなことを感じました。こちらの本の感想をエピソードを交えてお話しさせていただきたいと思います。また面白いと感じましたら登録・高評価の方よろしくお願いいたします。この本は青山学院大学を初めて箱根駅伝優勝に導いた原晋監督の考えをまとめた本となります。この本で原監督が言っている、土壌が腐っていたらいくらいい種をまいても芽が出ない、土壌作りには時間がかかりますが、人はすぐ結果を求めたがります。駅伝なら箱根駅伝出場、シード権獲得、そして優勝など、目に見える結果です。原監督も結果を求めすぎて監督就任3年目で失敗をしています。土壌を耕すには時間がかかります。スピードも大切ですが、耕す時間もなく結果だけ求めているのではなく、土壌作りも評価すべき。本屋での人材育成でもレジから始まり、お客さんの顔を覚え、本の銘柄を覚えたり、店長などはその店の数字がどうなってるかなど多くのことを覚える必要があります。私もこの本を読んで、人材育成には多くの時間がかかる、なので計画的に教育していかなければならないと思いました。原監督の47項目にまとめた本、続きはこの本を読んでみていただければと思います。まとめに入ります。一つ、青山学院大学を箱根駅伝初優勝に導いた原監督の47の言葉をまとめた本。二つ、土壌が腐っていたらいくらいい種でも芽が出ない。三つ、質のいい花を咲かせたかったらまずは土壌に目を向け耕すこと。さらに詳しく知りたい人は概要欄の方を見てください。またこの動画を見て1冊でも多くの読者が増えると嬉しいです。